次はリボン屋さん。リボンをたくさん描く。なるほど。丸を描いて、リボンを三角。こうやってリボンを描いて、さっき、リボンの下に少し斜めのリボンがあって、ママリボンこんな感じ？待って。リボン見えるな。中心の食生活、何が問題か。